ポリシーの中もね、こうやってこうね、なんじゃこりゃーとかね、殉職しちゃう人もいるわけですよ。だから、だから渋谷なんか行くことないっすよ、これ。こう金儲けしたいからですから、渋谷の人たちが。ハロウィーンとかね、だってなかったんですから、なくても幸せだったんですから、日本人、ハロウィーンなんか。何考えてた、恵方巻きなんかなくたって飯食えてたんですから、これ。だから昔の方が飯なかったんですよ、これ。大変ですよ、これ。で、一方じゃね、銀シャリだけで美味しいふっくらかまどの炊き上がり炊飯器とか言ってんですからね。恵方巻きなんかする必要ないじゃないですか、これね。なんですかね、チョコレートなんかね、これね。バレンタインデーとかね。マシュマロデーっていうのは何なんですか、一体これね。全く、だからみんなグレちゃうんですよ、これ。つつましく生活しろよって言うんですけど、渋谷で今日ハロウィーンとかやる必要ないですよ、これ。ってことで投票行けっつうんですよ、そんだったら、ね。投票箱持ってけっつうんですよ、これね。どうせ日本だってどっかで不正ばかりしてね、るわけですから、これ。ロシアとかね、中国とか北朝鮮のこと言えませんよ、これ。韓国とか日本中にもね。どこでこう、嘘をね、うまく。で、日本の嘘の方が巧妙ですから。そんな人間たちがね。だから、教育間違ったっすよ、教育。教育間違ってなかったら、多くの結婚したい人は結婚できてるはずです。それ LGBT とかね、バイセクシュアルとか、2人も3人も男も女もね、乱交してるような人間、ね、応援してね、ばっかじゃないの。